素晴らしいね、あの著名な方や有名な方ばかりで、僕ももうどれを見ていいかわからない状態だったんですけども、ちょっと僕見てびっくりしたのが、この岡谷さんなんて、これ名古屋ではもう知らない人は全然いないですし、新幹線の出ると、もう普通新幹線が出たところってもう名古屋のトップ企業入口ですからあるんです。ここにもドーンと岡谷工機って出てる、もう名古屋で嫁に入れるなら岡谷工機の社員っていうぐらい、名古屋ではもう超何ですか、超ブランドというか、そこの、ね、名古屋ではもう本当にお殿様みたいな会社なんですよ。そこの岡谷さんの社長が本当に本当まさにあの東京だけじゃなくて日本術数ラララのトップの方々がいらっしゃって、ちょっと僕本当にびっくりしてます。素晴らしいです。